1608年にトスカーナ大公フェルディナンド一世でメディチが試みたガイアナの植民地ポルトガルとスペイン帝国の新世界分割戦に近いイタリアによるアメリカ大陸の植民地化ではヨーロッパ諸国によるアメリカ大陸の植民地化のうちイタリアに存在した国家によるものを外設するトスカーナ大公国が17世紀初期 ブラジル北部に植民地建設を企てたものが唯一であり、規模の期間も限られたものとなった。トスカーナのフェルディナンド一世でメディチは1608年にロベルト・ソントン船長の指導する遠征隊を組織させ、ブラジル北部とアマゾン川を探検し、 南アメリカ北部海岸に開拓地を設立させる準備をすることでルネサンス期のイタリアにブラジルの貴重な主に木材や鉱料を輸出させる基地とすることを目指したトスカーナ大公フェルディナンド一世でメディチがアメリカ大陸で唯一イタリアの植民地創設の試みを監督した17世紀の初年トスカーナのフェルディナンド一世はブラジルでの植民地の 可能性を評価した。フェルディナンドは、ソーントン船長に、キャラベル船とタルタン船各一隻を与えた。ソーントンは一年間の航海を行い、ガイアナとブラジルに到着して、アマゾン川とオリノコ川を探検した。1609年7月、リボルノに戻ったが、その年の2月に、フェルディナンド一世が死亡しており、フィレンツェでは誰も、 海外植民地を建設することを考えている者はいなかった。マテオ・サン・フィリッポ・フェルディナンド一世は17世紀の初めにアマゾンのジャングルにある豊かさ取り込むためにブラジル北部に交易を行う植民地を創設しようとした。南アメリカから貴重な木材、香料及び鉱物をルネサンス期のイタリアに運ぶ流星を極める貿易事業の支配を望んだ。 1595年にアマゾンを探検したイギリス人ロバート・ダドリーに接触しアマゾン川とオリノコ川で金を探索することについて助言を得た。1608年、ダドリーは主略船に使われていたガレオン船のサンタルチア・ブオナベンチュラ号を派遣してガイアナとブラジル北部に向かわせることについてフェルディナンド一世を説得した。 このことを契機に1608年、フェルディナンド一世は遠征のために、ソーントン船長に、このガレオン船と小型の支援用船舶を与えた。ソーントンは新しく整備された、リボルノの港から出版し、ガイアナとブラジルに到着してアマゾン川とオリノコ川を探検した。1609年7月、ソーントンは、リボルノに戻ったが、その年の2月に、 フェルディナンド一世が死亡しており、後継者のコジモ二世は、海外植民地を建設することに興味がなかった。ソントンはその夏にリボルノとルッカのイタリア人、開拓者を連れてアマゾン川とオリノコ川の間の地域に戻る用意ができていたが、この計画は潰れた。実際に、ソントンのガレオン船、サンタルチア・ブオナベンチュラ号が1609年にイタリアに戻った時、 トリニダード島とアマゾン川デルタの間の地域を探索した豊富な情報をもたらし、数人の先住民と熱帯のオウムを連れてきていた。ソーントンがイタリア植民地の場所として想定した地域は、現在のフランス領ア穴であり、それから間もない1630年に、フランスによって植民地化されることになった。この試みに終わった植民地の後、 19世紀まではアメリカ大陸のブラジル南部、ウルグアイ及びアルゼンチンで他国の旗の下にイタリア人が入植することだけが続いた。イタリア人はドイツと同様アメリカ大陸で実際の植民地を創設することはなく19世紀に国土統一を果たした後で世界の他の部分に地域的な植民地を作っただけだった。しかし多くのイタリア人は ドイツ人と同様にアメリカ大陸に移住して他国の旗の下に住みいわゆる移民の植民地を作り出していった。これら植民地は同一地域同一時期に共に移住したイタリア人移民集団によって作られその多くは今日でも残るものになっている。この種のイタリア人植民地として最初のものは1830年代後半にベネズエラに トスカーナのイタリア人移民を入植させようとしたルイギ、カステリによる試みだったが、トスカーナの船舶は地中海で沈没した。その数年後、同じ地域にドイツ人移民が入植し、コロニア・トバルの町を創設した。19世紀後半になると、主にウルグアイ、アルゼンチン、チリ、メキシコ及びブラジル南部に多くのイタリア人植民地が作られた。 これら、植民地の大半ではイタリア語とその方言が、現在でも使われている。例えば、チリのカピタン・パステーン、メキシコのチピロ、ブラジルのサンタカタリーナ州、ノバベネザと言われるなどである。これら、植民地のどれも20世紀のイタリアの、植民地帝国には、何の関連もない。リドルフィー、アールペンシエリメディケ・ディ・コロニゼル・イル・ブラジレーラ、イン、イルベルトロ、ローマ。 ルーリョアゴスト1962ピアニッシモ1から18マッテオ・サンファレポリ・リッイタリアーニ・ンブラジゲーラアーカイバオストリコ・デルエミグレージオーネ・イタリアーナネイ・プレミアン・ニベル・セーチェント,フント・ファードナンドアイディト・スカーナバルタラ・ポシビエリタ・ディューナ・コロニア・ブラジリアーナファードナンド・ファールマーレ・ウナ・キャロベーラ イーユナ・タルタナ、ネルポルト、ディ・リボルの、イール・エフェダール。コピートの、ソーントン。ソーントン、ナビが、パークは、ジュン・アンの、アプローダ・イン・ガイアナ・イー・イン・ブラジレーラ。エスプローラ・イル、リオデッデ・アマゾゾニー・イーエル、オリノコ、ディエントラ・フチェインド・タッパ・アラ・キロメートナ・イーエートリニダード、イル十二ルーリオ千六百九エディヌ・オーボ、エイリボルの、マ、イル・ナナ・フィブライオ。ディクエル・アンノイル・グランド・カ・エモールとイーエ・フィレンツェノン。 シペンサピュアラポシビエリータディフォンデル・ウナコロニア、オルトリオーシャナンバー、ミラビリアイナチュラリア。ありがとうございます。